ながらいただくことができるわけでございます。大理石ですよね。そうです、もうこういったのは大理石、もう昔の桜井、あ、なんか皆さんちょっと待ってください。浅川さん、すみません、熊野、何しようと、アビオルトだ、あんた、アビオルト、ちょっと待ってください。大丈夫、一緒に触ってるでしょ。ああ、ちょっと、手袋、よーい、ドン。雪流しだ、嘘、いや、雪流しだ、ちゃんと、もう、頑張って、ちょっと、雪流しだ、埋もれてないな、ちょっと、雪流しだわ。このね、人参ももちろん食べるのもいいんですけれども、はい、今回あの葉っぱも食べることができるんですよね。そうですね、あの今回はですね、収穫体験ということで葉っぱの持ち帰り、この方々の協力をいただきまして、竹で櫓を組み、剪定木とか藁を組み、何メートルぐらいあるんですか？はい、20メートルぐらい。山形温泉は、はい、美人の湯として有名です。まさか。次は滑らずの坂でございます。それがこちらでございます。あ、この斜面ですか。おがちとくまモンにせっかくなんで、滑らずに登っていただきましょう。お願いします。頂上まで登るぞ。くまモン滑っちゃっていかんばい、滑ったら。ちょやめてよ、私のスカートでこんなあんた体重、自分の体重支えるのやめてよ。ね、坂道、坂の途中にはですね、やはり滑ってしまうこともあろうかと思います。やはりそこでですね、滑った先にどうするか、次の一歩をどう考えていくか、進んでいくか、このくまモンのようにですね、また追いつけ追いつけと一生懸命登っていくことも可能でしょう。そうか、そうか、考えてないように見えますけどね。まあこけてもね、滑っても、そこは立ち上がって登っていただきたいということでございます。